カナさん、いやまさかまさかの動画いるみたいな動画でしたね。はい、結論ですね、僕あの全部撮影機材全部持ってます。はい、マイクとか、まあ、カメラとか全部持ってます。あの全部東京来る時とかも全部もう機材持ってきてるんで、あの行けます。まあのピンマイクも全部あります。はい、ピンマイクも、カメラも全部あります。全部もうフルセットでもいいんじゃないかなと。すごい機材あるんでいっぱい。新宿でね、あと、新宿のまだちょっと予約してないんですけど、今日の夜には予約しますんで、また場所はもう決まってるんで、はい、1時間500円か600円ぐらいのとこあるんですよ、新宿に。うん、でこの前その僕ドリアカのフォローアップ勉強会をやったんですけども、最初そこでそこの新宿にしようかなと思ったんですけど、そこが埋まってて、で秋葉原のとこを撮ったんですけど、そこの新宿のところは結構僕行ったことないんですけど、撮ろうかなと思ってこの前撮れなかった場所です。はい、そこでやりますんで、はい、まあ、3時間ぐらいですかね。一応3時間ぐらいは抑えときますんで、はい、3時間あれば十分かなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、あとね、一応これね、吉田さんピンマイク何使ってるんですかってよく聞かれるんですけど、この YouTube の下にですね、僕が使ってるピンマイク一応入れときますんで、買わなくてもいいんですけど、よく聞かれるんですよ、ピンマイク何使ってるんですかみたいな。はい、でそのピンマイクは僕もいろいろ使ってきたんですけど、その対談用に繋げられるんですよね。で僕はそのピンマイク4つ持ってます。4つ、一応4つあるんで、4つありますね。まあ、そんな感じでね、来週ですかね、来週、そう、よろしくお願いします。まあいろいろとね、顔出しが OK ということなんで、そのドテラ TV ですね、ドテラ TV で音声だったりとか、まあいろんなそのできればいいのかなと。面白そうですね。うん、ドテラ TV 作りますんで、まずまあ動画撮ってね、まあ音声とかまあ撮って、ドテラ TV、いやドテラ TV ね、絶対ね、やれ、ずっと多分3年ぐらいやったらもう日本一撮れますね。まあ、3年やれば日本一絶対撮れますね。うん、多分ドテラのキーワードガンガン入れるから、多分ドテラとかで検索したらもう絶対出てくるみたいね。ドテラのもう日本の会員数どれぐらいいんのかな、わかんないですけど結構大きいですよね。うん、そう、だからその MLM とかドテラ全部含めて MLM について、まあカナさんの MLM3 年やってきた見解と、僕が MLM6 個ぐらい入ってきての見解、まあ僕はネットビジネスを主でやってるんですけど、ネットビジネスと比較してどうなのかなと思う部分、うん、まあそこら辺をね、いろいろとセッションできれば面白くなるんじゃないかなと思います。まあ、ネットビジネスも、MLM も、あんま変わんないというか、稼げない人は稼げないし、うん、そう。まあまあまあ、それはね、ちょっとね、セッションするときに僕いろいろと言いたいことがあるんで、MLM に関しては。うん。その稼いでる人も知ってるんですよ。ネットビジネスもそうで、稼げる人もいれば稼げない人もいるわけで、じゃあこの MLM とネットビジネスのその違いだったりとか、うん、まあいろいろとお話できればなと思います。はい、ということで来週よろしくお願いします。では。